こ平です。皆さんこんにちは。イエイ、見た、私の新しい髪素敵でしょ。こうだったらもっとイタリア人っぽいんじゃないかなって思ってたんだけど、イタリア人に髪がピンクってありえないですよね。ありえない、私しかいないんで。イエイ。で、今日はイタリア的な動画を撮りたいと思います。じゃじゃーん、パスタはまた食べていただきます。めっちゃダイエット中なのにパスタを食べてしまったらさ、もう遅刻だって思ってる。イタリア人としてパスタ食べるの超大好きだから、今回はね、ペペロンチーノパスタを選びました。なぜっていうと、自分の実家はね、ペペロンチーノを作ってますよ。ペペロンチーノオイルで、そのペペロンチーノオイルはだいたいいつもパスタとか肉で使うものなんですけど、1回だけが日本のペペロンチーノパスタを食べたんだけど、全然違う。なんだよ、わさびかよって思って、なんか、おー、なんでこんなに違うので、見た目だけだとやばい、これ超やばいよ。何が入ってる、ま、これさ、サラミ、これさ、サラミかよ、これなんでサラミが入ってんの。これはベーコン、なんでベーコンが入ってんのみたいで、これはソーセージ、なんかペペロンチーノパスタなのに3つとも全然違うじゃん。全然違う、全然違う。おいおいおい、ペペロンチーノは唐辛子という意味ですよ。もともとイタリア的なのはどんなものか、すごくシンプルでペペロンチーノが入ってるだけですよ。で、そのペペロンチーノがすげえしっかり味もしてるし、そのオリーブオイルと一緒でそういうペペロンチーノパスタを作るんですよね。で、ニンニクとかちょっと入ってるんだけど、なんでソーセージとか入ってるのか、ちょっと意味わかんないですよね、実は。それだけは、のビッグパスタ、このファミリーマートに行きたいと思います。見た目はな、ちょっとな、おいしい、うん、なんでホレンソが入ってんのこっち。見た目はちょっと微妙かもしれないけど、もしかしてなんか別にそんなに悪いわけではないか。よし、いただきます。イタリア語だとボンアペティト。うん、おいしい、おいしい。うん、ベーコンの味じゃんこれ。全然美味しいんだけど、ペペロンチーノじゃねえよね、これ。なんか、どこペペロンチーノなの？ペペロンチーノ全然味はしてない。ちょっと待って、全然辛口ではない、これ。甘いぐらいんだもん。で、ちょっと、一番赤みが、ちょっとだけ赤みが合ってる。もう一度、します。おっ、パスタなんだけど、オリーブオイルとベーコンしか味がしてない、個人的にはね。なんかペペロンチーノが入ってるんだけど、ペペロンチーノはね、辛い、その辛いは感じないと弱いということですよね。なんかたくさんパスタを食べたいとか、まあペペロンチーノの味がどうでもいいって思ってる人が絶対こっちがすげえ満足になるなんですけど、ペペロンチーノはちょっとね、もう次に行こうかなって思う。がね、新しい新品です。新品って言うんだっけこれ、新発売。よし、ローソンのペペロンチーノにいただきます。あー、ほっと、匂いからちょっとペペロンチーノな感じするんですね。よし、いただきます。これうまいね。うん、ペペロンチーノ感じた。辛くないけどね、そこまで辛くない。なんか優しい味なんですけど、すごくオリーブオイルとペペロンチーノの味がしてます。おー、さすが新品だね。新品だっけ、新発
発売。うん、うん、ごめん。パスタやっぱりうまいね。もう毎日食べたいというか、もうイタリアは毎日ぐらいパスタ食べるよ。ソーセージはちょっとあれね、なんかちょっと飾りみたいんだけど、でもパスタ自体はすごく美味しいです。大盛りなんですけど、ちょっと大盛りのサイズがしてないですね。なんでもちょうどいいかなって思う。ランチとかの時に本当うまいなって思う。よし、これは85点かな。ちょっとベーコンも食べてみたいと思います。ベーコン食べる？あ、でもロッシュットっぽいね、これ美味しいね。これが一番ちょっとイタリアの雰囲気が出してる気がする。ソーセージもね、ソーセージ、なんでソーセージなのこれ。日本人よくソーセージが好きよねって思う。油がでもうまい、うまい。やっぱりもう全部食べたくなっちゃうわ。これこれが一番食べたくなる。美味しい。もう日も最後にセブンイレブンを食べてみたいと思います。これはね、もう見た目からもすぐ分かるんだけど、ベーコンハンドやん。ベーコン、ベーコン&パスタに見えるよね、これ。ベーコンばっかり。でもなんかそのオリガノ、この緑のやつがオリガノって言うんだね、イタリア語で。で、結構多いから、まあ、しっかり味がとってるんじゃないかなって思います。で、結構ニンニクが強そうみたいです。よし、食べよう。おー、えらベーコンの匂いしてる。あよ、すごいね、これ。太いね、このスパゲッティは。いただきます。ペペロンチーノ感じないね。全く感じない。なんか今めっちゃ悲しくなった。なんで感じないの？なんかベーコンか。ベーコンはうまい。超うまい。超うまいけど、ペペロンチーノと言ったら一番ペペロンチーノ感じないってな感じ気がする。ちょっとね、下はどうかな。やばい。これはベーコンと食べたらめちゃめちゃ美味しい。で、ベーコンはペペロンチーノの味してるし、ちょっとカリカリな感じにしてるから本当マジで美味しいと思うけど、パスタ自体がちょっと味がないっていうか、すごく優しい味するんだけど、ただね、ベーコンはペペロンチーノパスタ普段入ってない。入ってないよ。美味しいからね、これ。で、大盛りだからもうボリュームがやばい、これ。はい、じゃあランキングに行きたいと思います。よし、自分のランキングがこれ。ローソンの新しいパスタが一番、もう今回1番からになりました。イエイ。で、2番目はちょっとね、難しかったんだけど、やっぱりベーコンの美味しさといえばこれがいいと思います。でもちょっと残念なんですけど、ちょっと感じなかったのものが一番これだったんですよね。いや、ペペロンチーノとちょっと違う、なんか違うパスタってな感じするんですよねってな感じ。最後のイチゴチももう一回食べてみたいと思います。やばい。いや、ただパスタを食べたいでしょって、ただパスタを食べたいよねと。これはペペロンチーノパスタの違い。これはベーコンの美味しさ。85、70と、悪くないけどね。
ペペロンチーノと違うね。うん、65。あ、ということで一番のパスはローソンでした。イエーイ。やっぱりね、きっと毎日パスタを食べる人間だから、そういうなんかすぐ感じるんですよね。あ、ペペロンチーノ味しないとか、すごく強いとか。ただ全部辛くない。本当のペペロンチーノパスタは超マジがすごく辛い。そのペペロンチーノ本物が自分の実家に育てるんだけど、本当に真っ赤だよ。真っ赤だけ押したらなんかもうドラゴンみたいな、もうファイヤーが出てくるんですよ。だから本当少しだけをパックして、オリーブとオリガノをかけたらすごく美味しいバランスになるんですよね。だから本当少ない、素材が少ないけど、これはね、ちょっと甘いとなんか美味しい感じするんだけど、本当のペペロンチーノパスタとちょっと違うんですね。皆さんはもうペペロンチーノも食べたんですか？で、次は何のパスタとか何のシリーズにぜひコメントしてください。あとはいいねしてもらってチャンネルを登録をお願いします。また次のレビューをもう慣れてるから、すごく今自分のイタリアでイタリアのハンプの味を言いたいと思います。だから次も頑張ります。よろしくお願いします。チャオ。